タチャハオこんにちは、シャンメイです本日もマージマンション兼コンビマンションやっていきたいと思いますさあトップ側が変わっておりますめちゃくちゃ春らしくて可愛いらしい <laughs> 素晴らしいさあパイを焼いていますということですがでおばあちゃんよく見るとその手持ちのバスケットに入っている鍵 鍵鍵鍵 <laughs> 何だろうどこの鍵だろうおやおや <laughs> コンテンツをダウンロード中。 タップしちゃったけどこれ裏でダウンロードされてるのかなあんまり触らない方がいいあ触っても大丈夫一部のデコレーションが削除されます4え <laughs> この度邸宅の改装作業の一環としてマディが外壁の修理を行うようですその関係で 窓、扉屋根のデコレーションを撤去させていただく必要がございますなお保証といたしまして撤去されるデコレーション1つにつき定められた額のコインを付与させていただきますコインの合計額を以下で確認の上以下でご確認の上お受け取りくださいもう確認するしかないよねこれなくなるんだからうえーん <laughs> これは、これは、よくわかんないのでいいです <laughs>。あー、ショック <laughs>。これはまだいい。回収しなくて。えっと、もう一個の方。これはまあ、ダイヤ10なんで回収しておきますか。ベンチ、回収。うん。ここに座って。 贅沢の秘密について思いを巡らす巡らしましょうデコレーション <laughs> どこへ行ってしまったんだつらいあてかどんなデコレーションどんな状態になってるか見てきていいちょっと待ってねちょっと待ってね あれ何でキスああそうか1個出てたのか今日のデイリータスクはうーんたまにデイリータスクちょっと絶対等価交換じゃなかろうっていうものがあるな宝箱は合成しておくあれ 使ってないけど使ってないけどこれ一回アンロックしたらもう合成できなくなったのかアップデーアップデー後はあはあ合成できない <laughs> そうかアンロックしたらもうダメなんだねわかりましたじゃあ今後はえっと合成していこうかでねあ,あそうだおとといのコメント欄かな でいろいろちょっと新情報を書いていただけたんですけどもありがとうございますえっとレベル2の宝箱から出てくるアイテムがかなり改善されてちゃんとレベル2らしいものになってるっぽいんですねなので多分宝箱はちゃんともう使わずに合成するのがおそらく正解かなと思います よしじゃあとりあえずベンチとかをさえてさめてきまーすかねちょっと待ってなんか画像がでかすぎる縮小縮小あその前にそう、えー、どうなってるデコレーションはちょっと待ってこれ以上縮まないんだけどあこれが最初か壁と外壁のデコレーションのみでいい 庭に置いてあるこれは変わらんあれも一部消えてないなんかこのここ,こことかこの隙間他はえっは、と、これ自動的に撤去されたもの以外は大丈夫なのかな あでも完全になくなっちゃうんだね。これはちょっと寂しいな。だって家の庭とか周りとか結構いろいろあったもんね。寂しい <laughs>。そっか。残念だけどしゃあないな。よし。じゃあ行こうか。こちらですね。うんと。壊れたベンチを。 取り替える。はい。なんか作ったベンチと置いたベンチが違う気がする <laughs> で。低木を借り込む。はい。で、ああ余裕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 だけどちょっと待ってね。 っ待ってね、どうするかな宝箱は出していくか一、二。ちょっと待ってこれ体力ゼロだ二、2, 3 4 5 6 7 8 91010回だねでこれちょっと体力を使わないのでなんかこの画面もちょっと違う気がする何かが違う気がするあ違う間がない <laughs> 今意気揚々と <laughs> うーん と、材料ないっけ、えっ、ー、と、ボルトとナット系のこの辺も、あ、いっぱいか <laughs>。道具箱も仲間なしと。ちょっと待って、先に作ろう。この、スコップだっけな コップだった気がするよしじゃあ花壇を準備するということは花がいるな花壇を準備するはいでどの花がいるんだい何でも言ってごらんそれか <laughs> それかちょっとごめん自分の予想した花とか全然かぶってなかったんじゃあこれとりあえず開けよう よいしょよいしょ。よいしょ 置いとこか910うんまあでもこんなもんかこれは待ってよ。 ドアの材料はないのか。普通に順番にしまっとくか。あ、違う、上にあるよ <laughs>。節穴すぎたやん、今 <laughs>。完全なる節穴だったのびっくりした。上にあるのに。ね、これがあの、見るところが広くなると、何も見えなくなる <laughs>。 見えんくなる現象です。問題はね、今来てるタスク。結構厳しいんだけど。あ、これはしまっとっか。これでいっぱいかないっぱいだね。うん これは売るとしてお金は2は2コインは回収これはいらないさあまあ問題の問題のやつこれ最大だよね 今日はもうこれで終わりじゃん <laughs> できることないじゃん <laughs> どうすかなこの辺に置いとくかあれあう売るよしやるかやるかほ他はやることがやることがないいくぞ え今日何しようこのあと <laughs> 10分少々でまさかの終わりっていうどうすべかな多分体力を回復してもさこの花が多分花じゃないえっと低木の方が 復活がかかるだろうからじゃあ時短を使うほどかっていうとそれ時短って残ってる時短は残ってるうんえー、どうするはっそういえば明日 ひな祭りですよ皆様あ間違えたよ <laughs> ひな祭りですよ明日特にやることはないんですけども <laughs> なぜ話題に出したっていうね <laughs> ひな祭りといったら私の住んでるエリアは割と新しいとこなので 別段そんなにひな祭りの内容とかねうるさくなかったんですけど別に人にインチに何が飾ってあろうと別にその家の自由でいいんじゃないって思いますよね私知らなかったんですけどもちょっと違う地域というか違う地域でもないね隣の町なんだけどね隣の町とか行くとねそっちはね古い ですよ歴史が。えっとなんだろうねうちの私の住んでいるエリアが戦後にできたような割と新しい地域なんですけどもそこを囲っているよ4方向とも <laughs> 4, 4か5くらいかな。 4つか5つぐらいの町どこも古いんですよね多分一番古いところだと縄文以前ぐらいからあったみたいなところなのかなおそらく遺跡の発掘でちょっとえっ、ー、とですね父親の関係とかでなんか遺跡の発掘ちょっと見に見学させてもらったことが。 あるんですけどもまあなかなかいろいろこう掘り出しておりましたねあそこは。でもそれぐらい古い地域とか周りはあるんですけど私の地域はあの比較的新しいので、まあ、人ん家に何がひおひなさまが何が飾ってあろうと全然あ,あまり興味もなしって感じで <laughs>。みんなでもそんなに他人の家に何が飾られてるとか多分全然 関心がななさそうな感じだったかなっていう感じだったんですけどもだからまあそういうもんだと思ってたんですよ。そしたら違うとあのその割と古いエリア出身の子が言うわけですよね。びっくりしたんですけどもなんかもう何段飾りとかないと場合によってはあのなんかいじめの対象になるみたいな「はあ?」っていう <laughs>。 まずあのおひな様が好きかどうかもまず選択肢で分かれるしねあのなんだろう飾る,飾ることがステータスみたいな時代はもう終わってると思います <laughs> びっくりしちゃったなあれはいやでもそういうエリアに住んでるとやっぱり豪に入ればじゃないですけども下側にはならんのかなと思うとしんどいですね花できない <laughs> できないぞ 何時間待ちこれ55分砂時計は何があったっけこれ久々に使ってみるこれええー、と待ってこれねは久々じゃない初めて使うかいや2回目くらいかな <laughs> ええと砂時計をタイマーの上についたアイテムの上にドラッグすると 待ち時間が短縮されますなんてこれだと55分が短縮されるでいいあなるほどなるほどで約1時間使ったって感じかな345え五5タップで終わったんだけど <laughs> ななんだって <laughs> ななななな,な <laughs> まさかと思うけど ちょっともう一回やってみていい1時間ででタップ分ですかいやうん大体わかったはいわかりました <laughs> おそらくあれだそういうことなんだ1時間でその5タップ分ぐらいしか回復しないんだこれはななんだって <laughs> はあ よしじゃあね残りの時間はちょっと今回復させるのも無駄な感じがするのでちょっと待って他にやることは久々にこれやるかあ待って一番下に洗剤の箱あるえこれはちょっと手に入れないと びっくりした <laughs> 今ずらしてちゃんと見てみたらいやちょっと待ってちょっと待ってここは賢くいこうまず道具箱の箱はない <laughs> ないのですがどうするかな うんまあとりあえず洗剤の箱からかなもう最優先レアすぎるんだよねついでにネジの箱もお願いしますって感じだけど <laughs> ネジの箱あったら嬉しいペンキ缶いらない <laughs> よいしょ。倉庫はレベル四が入ってるのかちょっと待って一回回収よい,よいしょよいしょよいしょそろそろかできたいや、たまにはねデイリータスクもやってあげるのがねいいですね で洗剤箱2ついやこれは美味しいっしょ <laughs> これはねあの交換する価値があるやつですねあこれも交換しておこうかであとはまあ1個作ってあるし交換しとくか <laughs> であとは草刈りばさみだったかな ガラスの花瓶みたいなやつじゃあ花瓶いきますかあそっか体力まあいいや回復しようかそっかそんなに残ってなかったかよいしょうーんこうかなガラスの花瓶を あれ、半端に余ったな。わし。しゃあなし売るかな。今回はタイルは1個も求められてないね。じゃあ。あとは枝草刈りバサミこれは1回売っておこう。 じゃあはいきますかうい <laughs> うでもこうやって見ると意外と枝切りばさみじゃないわ草刈りばさみも結構体力使うよね。 結構もりもり減っていくもんねこれの次かえー、っと回収回収ちょっと待ってスペースが回収回収 ここは慎重に765までは揃ったよいしょよいしょよいしょさあこれでハサミまでは OK じゃああとはもうオートドロップのこの水の瓶待ちなので。 これは一回置いといてあと私ができることは見受け取りアイテムを回していくことぐらいかただそれぐらいですね本当にうーんとついでにこれ半端だから何か作っちゃうかなもうちょい上のレベルのものを 今2マス選挙してる状態なんだよねとはいえ回ってきてからにするかよしじゃああと2つなんか出したら始めますかどれがいいかな2つこの辺かな売る 元に戻すんあ一回また同じのタップしなきゃダメなんだあこれがコメント欄で教えていただいたやつかはいはいはいあ前は連続してちょっと動かせたけど どっちがいいのかな正解はどっちでもいいっちゃいいけどどうしよう <laughs> どうしよういう<ー>ん <laughs> 一回ちょっと仮にここにで と2つなんか出して今日もらったアイテムをあまあこれでもいいっちゃいいか。 ちょ,ちょうどいい状態にならんかなと思ってちょっと触ってみたけど <laughs> ちょうどいい状態になりそうにないなりそうにないあどうだよしちょうどいい状態とはこういう状態、ね、でこれ うーん, <laughs> うーん待ってこれ何の箱さっきから種しか出てきてないけど何かの間違いではでもあっても困るなこれ <laughs> 1個しまっとくかこれどうしようかな 一番今みたいな箱が一番困惑する <laughs> のは私だけですか <laughs> よしでこれがこれいいもんいいもんでますかうん6 8910 <laughs> しょっぱい <laughs> 宝箱どうかな合体したいんだったらまだ受け取らんほうがいやでも置いとくかちょっと待ってよ で開けずに置いとこうなんかすぐ宝箱もう一個手に入れれる気でいるけど <laughs> 全然違ったらごめんでちょっと相変わらず2個何か出してと便器缶はちょっとこれ処分しちゃうか。 処分って言い方がちょっとあれかもだけど。これ、これどうしよう。ちょっと多分、あれだな。多分、いらないのに、無駄に <laughs>、無駄にアイテムを置いてるからね、こういうことになる。必要もないのに。でも、捨てるのもちょっと忍びないっていうね、あの、すごい、貧乏な、貧乏性な、 思考がいかんのだなきっと売るああ売る貴重っていうかまさかと思えば今後交換で出にくくなるとかはないよねあその可能性があるな怖いな <laughs> まあいいや売っとこうで どうなんだろうな。よいしょ,でちょっと4つ何か出してとうんと1234早く貨物船作りたいな。 でも今後貨物船のシステムとか変わったりしたらちょっと辛いんだけどでもでもンキ缶いっぱいあるしな売っていい気がするんだけど。 正直、芍薬はガチで今、必要ない気もするけどあ。あこんなとこに道具箱あったか。とはいえ、今、いらないかな。で。 あでもちょっとタップ数が増えたけど間違いは少なくなったかな <laughs> ミスというか今のシステムだとちょっとうっかりなんかしちゃったみたいのが減るかも12345 1> 1は売りだなこれどうすっかな貯金箱はまだちょっとしまわれてもらっといた方がいいかな <laughs> イベントの準備中なんだと思うんだけど今。 これで一周してきたかなよしなんか一個しまえる何しまおうか手袋かないやこの木をしまうべきだいやこの木から出せるかしょっぱ <laughs> レベルそっか これ、5か回収できるようになってすぐって感じだもんねそりゃそうかおっとー <laughs> これは回収せざるを得ない <laughs> これは売りますかうんまあこんなもんかな まあ、あとは洗剤箱2連続が来てまあその後もいつもどいつも通りじゃないわ <laughs> さっき受け取ったアイテムばっかりだねそのデイリータスクでうんこれをどうするか作ってしまって一マスいやもう売るか売るか じゃあこれはもう次回までに作っておくことにしよう。この鉢植えの花は。でもレベル9なんだよね。もうちょっとじちゃもうちょっとなんだけど。でも9、8って揃ってるわけじゃないんだよね。あれで8、7か。8、7ってあるわけじゃない。<laughs> 一瞬で終わった。一瞬で。くあこれしま、しまえないか。 もうちょっとあの無駄な動きしたえー、っといや正直でも花,で花がどっかでいるかなって思うとちょっと捨てられない自分がいるあとシャはねあはねこっちの水の瓶を作りたいので今売りたくないでもオレンジの花は作るのに苦労したから売りたくない <laughs> どうするかな じゃあまあ、とりあえずこんなとこかな。今日は。イベントみたいなのって、どうすかね。近いうちに始まるんだろうか。こちら。ここ見てもわかんないね。なんかイベントの予告とかさ、いつもは結構してくれるのに、今回はイベントの予告全然ないんだよね。これは関係ないか。今、歯車触ったけど、ちょっとなんかビってなったからやめよう <laughs>。よし。では、今回はここまでに。 したいいいかななと思います他にタスクないもんねご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はメインタスクの方をクリアしてるかと思います。あとはイベントがひょっとしたら始まってるかも。では失礼します。